こんにちは、チーム横浜の後藤壮太です。先日発表された MD1.0 の開発者である北川さんに今日はインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは北川さん、この MD1.0 なんですけど、はい、これはどのようなコンセプトで作られた商品なんでしょうか。そうですね、今、横浜として、ドリフトカー、YB2Z、YB2ZX などありますけれども、今回この横浜の、新しい MD1.0 なんですけど、新しく、コンセプトとして、横浜として最高峰の車、最高峰の車として、自信を持って出せるような車として今、コンセプトとして発表させてもらったということですね。それなのですから、基本的には、カーボンシャーシー、カーボンサスアームなどに使いまして、本当に今までになかったような、デザイン性を持たせてまして、こちらの方も、という方たちで自信を持って出せる商品じゃないかなと思います。ありがとうございます。